大丈夫、はい、やります。大丈夫、僕も通す、通す、通す、あ、大丈夫、大丈夫、通す、大丈夫。ケンドーさんです。ケンドーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すり足、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 髪を切れ。髪を切れば言わなくてもいいじゃん。さあ、どうしましょう。はい、ということで今回はケンドーあるあるよいしょ、大好評。あの、こんなに好評じゃない。前回自分で大好評、大好評言ってこうって言ってたじゃないですか。あ、いや、なんか、いや、俺が言うとやっぱ上がるんですけど、はい、人に言われるとやっぱイラッとします。これはあの、三段さんの初めて気持ちになりましたね。あ、そうですか。芸人だと大好評じゃないんですか。別に普通にまあね、そんな特別いいわけじゃない。大好評なっていこうの意味の大好評。あ、そういうことなんですね。ということで本日の剣道あるあるは OB 編、 OB 法人編。まあね、いい OB もいればなかなかの癖強めの OB の方もいらっしゃいますから、うん、まあ、そういったところを剣道的に表現できたらいいんだと、はい、思いますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。剣道あるある OB 編発生。 OB 編僕やります。大丈夫。あ、いや、僕やります。いや、大丈夫です。すいません、お願いします。大丈夫、大丈夫。じゃあ、届けやります。大丈夫、はい、やります。大丈夫、大丈夫です。失礼します。お願いします。お願いします。おいしょ、僕も行きます。あ、大丈夫、大丈夫。大丈夫、いや、監督に言われてるんで、あ、あの弁護士、はい、あ、あとで弁護士、あの弁護士がいます。はい、よいしょ。いや、これね、本当にあの僕防具を、はい、その触らせたくないっていうのは僕ちょっと分かるんです。それは分かりません。それは分かる。ただ、防具袋は持たせてくれ。先輩、先生とか先輩が怒るからね。そうなの。後輩とか一生懸命だわけ。そうだけど、それを固くなりにする OB だ。 OB も OB で、現役生の頃から OB になった時にやりたい、あ、大丈夫、のやりたいのよ。みんな困らないためにルールって言います。はい、OB はもう一回それをやったらもうそれ以降は渡してあげてください。はははは、正解します。はい、以上、OB あるあるでした。どうもありがとうございました。